がとうございます、プロデューサー。私に最後のチャンスをくれて。いえ、根が怖い人たちではありません。だからこそあの日々を思い出すのが怖いんです。はい、今になって私にも少しはわかるんです。二人がああなったのは苦しかったからだって。でもその苦しさが私を追い詰めた。一度こんな風に考えてしまったことがあります。いっそ私もユウと一緒に消えてしまえば、この人たちは別れて平穏に暮らせたのかなって。はい、悪人でもない人がたった一つの出来事でああも変わってしまう。それを思い出すと今の関係すら不安に思えてくるんです。事務所のみんなやプロデューサーとの関係も突然崩れてしまうんじゃないかって。私もそう思います。でも昔のことを思い出すと自然にそんな考えが浮かんでしまうんです。再評を本気で歌うと過去が私の未来にも手を伸ばしてくるんです。はい、だって9年間です。9年間ずっと悲しみが檻のように降り積もってすっかり心を覆ってしまいました。もう元の自分がどこなのかも分かりません。それを今さら振り払うなんて。9年って何言ってるんです？本気ですか？9年も経ったら私アイドルじゃないかもしれませんよ。一緒にいられる保証なんてないじゃないですか。そんな先のこと誰にも約束できるはず。どうしてそんなことわかるんですか？プロデューサー、積み重ねてきた時間、ずっと続いて。気がしてきました。あのうつろな日々に歌います。歌わないとそれが耐えられるようになった証だと思いますから。ありがとうございます。こんなに強く私の中に踏み込んできてくれた人、初めて。ここまで強く言ってくれなければ私
振り払えなかったと思います。プロデューサー、私初めてできました。家族のような本音のやりとり、諦めないでよかったです。